いや、もう席用意してるんですよ、家に。はい。あと飲むだけだね。ありがとうございます。ビールを飲みたいからってやってんだろ。この子が今度1年に上がるんです。取ってください。はい、バッチリですよ。解体ショーですから。もう一度ね。おとなしく、しおらしく、優しく。これ入れれば、別な。後からクレイしたでも中からちょうどのつもりで切ってるからもう見えてるうちにやらんば。みんなかぶるんだな。やるが手が震えるな。よく多く耐えた。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。もう早いもので令和6年がスタートしました。また4年ぶりとなります、両地集まってのこの浜の祭典ができますことを役員一同大変嬉しく思っているところであります。これからも両庁お互い手を取り合って頑張っていきましょう。それではよろしくお願いします。上野町理事会、そして島野町理事会のこれからの健康と今年1年何事もなく終わることを記念しまして乾杯したいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。それでは乾杯。今までの2人とかこの部屋に入っても行っても部屋に行っても一人一人です。どうもお疲れ様ですね。お疲れ様です。おめでとうございます。今日は浜木島ということで、はい。抱負ですか。実は私今年年男なんですよ。はい。登り竜のように登っていきたいと思います。今年ははいい年になると思います。はい、そう願ってます。はい、頑張ってくださいね。はい、はい、どうもありがとうございます。どうもお疲れ様です。今から増えたらええな。毎年減っていくわけよ。増えることは毎年減っていくわけよ。はい。今年はちゃんと塩歌をつきたいと思います。年男になりたいと目指したいと思います。はいはいありがとうございます。はいありがとうございます。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。あとで例年なくあったかい日和で大変良かったと思います。今年もいい年になってそうですね。どうもお疲れ様ですね。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。はい。後でキムタツもありますけど、はい。今後とも全く聞かせてください。今年はもちろん浜もつきたいんですけど、で福男になりたいんですけど、今年一番下の子供は小学校に上がるんで、でみんな健康で仕事も順調にやっていきたいと思います。健康第一ですね。はい、そうです。今年はいい年になればいいですね。はい、もう50なんで、肩が痛かったり、膝が痛かったりするんで、もう体を気にしながら頑張りたいと思います。はい、自分も大事にしてください。はい、ありがとうございます。どうもお疲れ様です。天気も最高ですね。ああ、いいですね。はい。今日は京都ということで、あとで仕事つきもありますけども、はい。今年のフォームなんかあったら一番健康で1年間、事故なく、行きたいと思います。はい、まあ予想は大変ですけど、まあこっちはまあまあ、災害とも無縁っていうわけじゃないですけど、まあ一応まあ健康とまあ、皆さんの領長の、ご多幸をというところですね。はい。健康大事ですもんね。うんですね。はい。今年もいい年になればいいですね。ですね。はい。大谷お疲れ様です。いい天気になりましたね。ですね。うん？抱負？まあ家族は元気でいた方がいいですね。だからな。まあ、高齢者を母を抱えてるもんですから、まあ、そういうのが心配で私もだからなですね。どうもありがとうございます。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。今日は調理長ということで、後で一緒に食べてますけども、今年の抱負なんかあったら今日は初めて浜の祭典の方に参加させていただきます。誰が福男になるのかすごく楽しみにしています。頑張ってほしいなと思います。今年もいい年になればいいですね。はい。今年もよろしくお願いします。頑張ってくださいね。はい。どうもお疲れ様です。はい。もう年齢が来たんで、できるだけ元気に長生きをしたいと、皆さんに迷惑をかけないように酒を飲もうと思いますので、健康ですよ。百薬の長ということで、この祭りで。はい、どうも。またいろんな行事が1年間ありますので、また頑張ってこちらに撮影に来てください。招集も楽しんでね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、どうもお疲れ様ですね。今日は長期堂ということで、あとでまたしぶたつくがありますけれども、今年の抱負など聞かせてもらえるとありがたいですね。まあ今年1年だもう最後の多分奉仕やと思うから、あとはもう隠居やからということで。最後の卒業生で種中の今年もいい年になればいいですね。もう最高だから天気よくからな。もうどうも。どうも。例年なくいい天気で、縁起がいい年になります。2、3年前にこの方30年ぶりに着いたんですけど、まあチャンスがあれば狙っていますけど、まあこれはまあ時の運ですから、まあどうなるかですね。はい。強敵はまあ狙っていないようでまあ狙っているのかわからないんですけど、まあつけたらつきたいと思います。縁起物ですから。はい、ありがとうございます。では、皆さん明けましておめでとうございます。年頭のよか通り幅やをおよか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 よけよけてどうぞ。年頭のよか帰り浜よ。みんな広げてくれんか、前かばって。ちっと広がって。前かばって。よか帰り浜よ。おお。穴が小さいな。連投の予感、通り山よ。おっしゃ。甘い。連投の予感、通り山よ。誰か握りとか使うな。連投の予感、通り山よ。ともんね。またいかしいよマスキー。ここまで通してよ。向こうまで飛ばしてあげないとじゃない。いや向こうまで一回飛ばそう。はい、連投の予感、通山よ。ダメダメ。道は竹が反対だもの。俺気づいたんだけど。当たり前しょうがない。伸びるように。はい、年頭のよか、通山よ。俺すごい。すごい。佐藤さん、すごい。やっぱり僕でした。はい、今年の年男は榎本博君でした。拍手。はい、家も買いました。いや、もう席用意してるんですよ、家に。はい。あと飲むだけだね。ありがとうございます。ビールを飲みたいからってやってんだろ。この子が今度1年に上がるんです。取ってください。1年に上がるんです。1年生です。なので。このためにもお父さん頑張るしかありません。頑張ります。頑張ってください。頑張ります。ビール飲みたいからってやんないでよ。はい。イエーイ。うわ、綺麗に通った。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗に通った。このまま浜野って来てくれよって奥さんが言っただけよ。その通りになったってほら。本当用意してるから。本当よかった。本当ゆりがよ、ゆりだってよ、福島に今日来てくれって。そのために。うわ、すごい。うわ、すごいな。忘れ。ありがとうございます。皆様、今日は、無事に、浜の行事、滞りなく終わることができました。皆様のご協力があって、今日この日をいい、天候のもと、また。今年は福男もしっかりと、素晴らしく榎本博君が、的を得てくれました。拍手を持ってお祝いください。また、この後榎本博君がいろいろ考えているでしょうから皆様にお声がけをすると思いますので、皆さんその時には甘んじて帰らないようにお言葉に甘えて、足を運んでいただければいいんじゃないかと思ったりもします。それではご賞をよろしくお願いします。これからの両町の地域がますます盛り上がって仲間が増えていきますようにというふうに願いまして、一丁締めで締めたいと思います。ご賞をお願いします。よーっ。ありがとうございます。わあ、尻もむなな。せーの。ありがとうございます。よし、頑張ります。あんまり頑張りすぎやなって。それもなかった。これどんなないとこやから。やっぱり。はいどうぞ。福男は最高です。最高ですね。はい。今年はいい年です。本当。もういい年にします。はい。頑張ってください。ありがとうございます。はい。どうもお疲れ様です。お疲れ様でした。